日本ハム松本剛、だいぶすっきり。胃腸炎のため26日に出場選手登録を外れた。日本ハムの松本剛選手が28日、二軍施設で練習を行った。室内練習場で打撃を中心に汗を流し、昨日は軽く動いて今日は強めに動いた。だいぶすっきりはしてきていると現状を語った。抹消されたこと自体すごく不甲斐ないし、悔しいとシーズン途中での離脱を改めて悔やんだ。練習で自分と向き合う時間を多めに作って、いい時間にしたい。いち早くいい状態にして一軍に戻れるようにとコメントした。これにネット上では、精神的にもめっちゃ誹謗中傷食らってそうだし、成績的にも責任感じてるんだろうな。また元気なプレーを見たいです。今シーズン若干打撃で成績残せてないけど、守備や盗塁の貢献度が高い選手だし万全の状態で戻ってきてほしい。新庄監督もチームの軸はゴーとマンチューだと思ってるだろうから、ゴーも早く元気になってチームに合流してほしい。ファンも胃が痛いです。早く戻って喝を入れてほしい。